超有名タレントと二股していて、しかも不倫関係で。フリーアナウンサーとして活躍している加藤綾子さん、かつてフジテレビの目覚ましテレビを担当し、カトパンの愛称で親しまれてきました。2021年6月に都市圏を中心に約60店舗を展開するスーパーロピアの2代目社長と言われている高木雄介さんとの結婚を発表しています。祝福の声が上がる一方で、結婚前の交際相手である3代目 JSOULBROTHERS のリーダーである直人さんとの破局の原因についての推測が再燃しました。美男美女カップルとしてバラエティでも公表していた2人の関係は2020年に自然消滅したと囁かれていました。今回は2人の馴れ初めと破局の原因となった3つの原因について解説していきます。2人の馴れ初めはアナウンサーとダンサー兼パフォーマー、テレビで活躍していた2人の馴れ初めから破局後までを見ていきましょう。2014年4月出会い、2人の馴れ初めはテレビでの共演です。2014年から熱愛報道が出るまで以下の番組で2人は共演しています。目覚ましテレビ共演、バイキング MC での共演、 LDH 関係のパーティー、特に交際に発展するきっかけになったのはバイキング MC での共演です。お昼の情報番組として人気があった番組での共演で、同じ埼玉県出身の共通点から2人の距離は縮まっていったように推測できます。メイン司会は坂上忍さんでしたが、毎日メイン MC を交代する仕組みで、当時火曜日の担当を直人さんが務めて、そのサポートで加藤さんが共演していました。週に1回、約半年間の共演から交際に発展したと推測されます。2019年9月熱愛報道、初めての共演から約5年後に2人の熱愛報道がスクープされました。内容は2人は同年1月に加藤さんにゆかりのあるスイスへ旅行に行ったもので、スイスの高級ホテルで朝食を楽しむ2人が写真に写っていました。関係者の話では、熱愛報道前にも2人で海外へ旅行に行っていたようで、婚前旅行だったようで、両家の挨拶も済ませていたようです。熱愛報道直後、祝福の声がある反面で加藤さんに対する批判が集まりました。理由としては、加藤さんは直人さんとの熱愛が報じられる前からアスリートや芸能人との熱愛報道が多かったため、女性から妬まれていたようです。しかし、そんな批判を押しのけて2人は目覚ましテレビで交際を公表しました。公表後に加藤さんが出演したバラエティ番組で大物司会者の明石家さんまさんなどから交際に関するいじりがありましたが、笑顔で対応しています。結婚に対して強い意志があった加藤さん、直人さんとこのままゴールインすると考えられていました。2020年8月、7月に破局したことが報道される。結婚目前と囁かれていた2人は、2020年8月発売の週刊誌で7月に破局していたことがスクープされています。付き合い始めた時期は不明ですが、最低でも2年、共演してすぐの付き合いであれば最長で約6年間の交際期間がありました。熱愛報道から結婚の期待があった2人の破局に関しての SNS では批判的なコメントより、別れたことへの驚きのコメントが多かったです。別れた理由なども明らかにされていなかったこともあり、破局の原因の推測が多く挙げられました。2021年6月、加藤アナが結婚。破局報道から約1年後、加藤さんが一般男性との結婚を発表しました。直人さんとの破局から約1年の交際期間でのゴールインで、世間に大きな話題を呼びました。加藤さんは結婚の決め手について、穏やかな人柄に惹かれましたとコメントしています。2022年現在、直人さんは結婚報道はない。一方で、直人さんは現在も独身で熱愛報道も特に出ていない様子。後輩のダンス指導などに追われていて、新しい恋をする余裕がない様子です。イケメンなので、コロナが落ち着く頃にまた熱愛報道が出るかもしれませんね。2人の破局原因は、多くは語られなかった。2人の破局の原因は何だったのでしょうか。一説によると、別れを切り出したのは加藤さんの方からなんだとか。結婚目前の2人が破局した大きな3つの原因を解説していきます。1、結婚観の違い。加藤さんが別れを切り出す一番の原因とされている原因です。結婚に対する考えをしっかり持っていた加藤さんは、35歳までに結婚したいとテレビで告白していました。直人さんとの熱愛前に出ていた男性の数を見ていると、結婚に対する思いが強いのがよくわかります。
直人さんとの熱愛報道が出た当時、加藤さんは34歳、もうすぐ自分が話していた結婚年齢に到達する直前でした。一方で直人さんはそこまで結婚を急ぐ理由がなかったのではないかと思っていたように思えます。結婚したい加藤さんの思いにプレッシャーを感じていたのかもしれません。結婚観の違いで結婚目前のカップルが別れることはよくあることです。男女でそれぞれ意見が分かれるかもしれませんが、結婚したいと伝えても答えてくれない相手とは縁がなかったと言って別れを選択するケースも少なくはありません。2. コロナ流行による時間のすれ違い。2つ目は単純に2人きりの時間が取れなくて自然消滅したパターンです。婚前旅行とまで言われた旅行からわずか半年後に日本でもコロナウイルスが大流行しました。当時は日本に持ち込まれないと思われていたウイルスが海を渡ってきて瞬く間に感染者が増えていき、毎日のニュースがコロナ一色になったのは記憶に新しいです。芸能界でも感染者が出る中で、直人さんが所属する LDH では流行に先駆けいち早く感染対策が行われました。 LDH 所属の人たちは外部の人たちとほとんど接触しない対応だったことから、2人は会う機会が減ったようです。結婚に踏み切りたくても会う時間ができない。加藤さんはこうした情勢で直人さんとの結婚を考えられなくなったのかもしれません。ちなみに破局報道を出したメディアによると、2人は自然消滅に近い形での破局とのことだったので、この原因が一番しっくりくるのではないでしょうか。 3. 木下ゆきなさんとの二股疑惑。自然消滅ではなく明確な理由があった説もあります。直人さんが加藤さんとの交際中にタレントの木下ゆきなさんと不倫関係にあったことで加藤さんが別れを切り出したのではという説です。木下さんといえばタピオカ騒動などで世間を騒がせたことで世間から大バッシングを食らい、元夫の藤本敏史さんとの離婚も発表している人物。実は木下さんのタイプはイケメンで筋肉質な男性。当時からダンサーやアスリートにアプローチしているシーンが多く見受けられました。実は木下さんのインスタに直人さんとのツーショット写真が投稿されたことで炎上もしています。事実は定かではないものの、木下さんの交際相手の候補の中に直人さんがいたことは納得です。あまり良い噂がない相手と不倫していたとなると、これからの結婚生活にも影響は出ると思います。いくら結婚願望が強くても不倫した男性と結婚するのは覚悟が必要ですね。まとめ、いかがだったでしょうか。2人の破局の原因を見ていくと、結婚観の違いやタイミングが大きく関係していることが分かりました。残念な結果になってしまったものの、不安が残るまま結婚しなくてよかったようにも感じます。今後の2人の活躍に期待していきましょう。